なんで今回声が小さいかと言いますと、最近僕音フェチ少し気になっていまして、スクイーズの音フェチをやってみたいなって思いました。で早速でいきましょう。はい、でこの5つのスクイーズがありまして、どれが一番いい音が鳴るのかというのを検証していこうかなと思います。エントリーナンバー1、パンスクイーズの音フェチやっていきます。音フェチ選手権なんですけど、僕が一番いい音だなと感じたのは、こちらでございます。名前わかんないんだけど、グニョグニョみたいな音がね、気持ちいいなと感じました。で逆に一番ちょっといい音じゃないなと思ったのはこれパンね。なんかそんなに音鳴ってないんじゃないかなって、雷になってんな。はい、とまあこんな感じでございます。今まで僕ね、その音フェチ興味なかったんですけれども、ちょっとね少し目覚めつつありますので、これからもねいろんな音フェチやっていこうかなって思います。はい、今日もマンナム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。